楽器を捕らえる。太公望が示した指針に従い、竹中半兵衛らは小田原城から逃亡した楽器を追撃した。南へ南へと逃げる楽器。やがて九州の地に至ったところでその歩みが止まる。そこで討伐軍を迎え撃つ体制を取った。楽器を守る妖魔軍はわずか。一息に包囲殲滅し楽器を捕獲せよ。指揮を託された核はそう指示を出す。しかし同時に楽器の行動に不信を抱いてもいた。狡猾な楽器がこれほど容易に尻尾をつかませるだろうか。機体の暴走は裏の裏を読むべく知恵を巡らせ始めた。ここはかつての九州、我らの故地か。ならば立花が出るのが筋というものだな。お嬢、この地で探し人でもおるのか。お主を逃がすためしんがりを務め行方不明の宗重ならどこかで生きている。最後に奴は私に言ったのだ、死なぬと。そもそも奴ならばどこかを風のように吹き渡っているに違いないのだ。心配などするものか。そうか、分かった。ま、戦のついでに坊ちゃんを探すのも。やれやれ、ダッキーの捕獲が目的だってことを忘れないでほしいね。勝利を目指す。南、北、東、四方から囲んで楽器を追い込もうか。ほい。博打と戦は早速ひっくり返る。楽器を撃破、侮らぬか。名にかけてここで楽器を捕らえる。行くぞ、遅れるな。あらら、運ばれちゃいそう。困ったな、どうしようかな。この地も随分と様変わりしたな。このような植物気合いだ。初めて見える。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。気合いだ。ダクちゃんとこには行かせへんで。あれ、ちょっとヒミコ、なんでそんなところに。抜けるしかないようだ。気合いだ。気合いだ。しかし何なのこの地の変わりようは。見たこともないのにそこかしこ。報告します。
気合だ。七つ石の西にて鎧甲冑の美女服を見かけたとの情報が。そうか急ぐぞ。逃げ場はないぞダッキュ。おとなしくバクにつけ。気合だ。気合だ。さて追い詰めたぞダッキ。メッシュ。夜敵将を討ち取った。ここまでだダッキー。観念してもらおうか。いや、追い詰められちゃった。うさい。ダッキーね。見たところ人間のようだが、邪悪な輩に組するならば、ネメアとディンガルの精兵が相手をしよう。邪悪な輩、それに組する。いずれも捨ておけん。このネメアが打ち払ってみせよう。気合いだ。地獄を見せてやる。気合いだ。あら、誰よあの人。まあ、いっか。アキレウスさん、まとめてやっちゃって。うむ、俺もここまで追い詰める。気合いだ。死ぬまで切り合いたいところだ。今はその時ではない。とんでもない敵が出たと思いきや、頼もしい味方も現れてくれた。ここはネメア殿に任せていいだろう。俺たちはダッキーオーガーとはいえ、どうも気がつい。敵の策には十分注意してくれ。テイク殿、ちょっと頼まれてくれよな。東からダッキーのところへ向かってほしい。聞いてくれたか。たける獅子のような恐ろしい戦士だ。王国にあった男とメモを見つけた。どこをほつき歩いているのだ。しまった。これでは釣りのぶせは失敗だ。どれだけ探してもお宝が見つからねえ。ああ、がっくり来たら腹減ってきた。
小僧のとこまともに飯食ってねえし負けてくるぜ。強いな。人間は妖魔の軍勢と戦ったんだ。これはちょうどいい。天下の義賊石川五右衛門出立ちするぜ。気合いだ。手伝ってやろうぜ。気合いだ。まあなんだ、いや石川一般で構わねえか。気合いだ。この辺りは宗氏もいない。まったく手間をかけさせる。戦いの目的を忘れないでほしい。気合いだ。気持ちは察するべ。何を言う。気合いだ。私は奴の心配などしていない。今だ。やってしまえ。それ挟み撃ちだ。ま、こうでなくてはな。やるな。ノリノリだぜ。せいぜい足掻がいい。敵将を討ち取った。悪いがここを通すわけにはいかない。貴様なぜさっきに着く。君たちのやり方もおそらく正しい。私たちの道はいずれどこかで交わるだろう。さんやられるの早すぎ。出番かな。見事だ。どうかしよう。よし、敵中突破を試みるぞ。やるな。終着至極に存ずる。まで黙ってるなんて。おかげであんたは警戒せずに移動した。だからこうして追い詰めることができる。ほんと性格悪い。もう十分休んだでしょ、アキレウスさん。早く守って。かなりの強敵と見える。任務これで倒さん。この任務とやらに準じるがいい。貴様覚えていろ。あれだけの罠を越えてよく来られたわね。ご褒美にこれだけ遊んであげる。なんだろう、あっちの方が楽しそう。私たちも行ってくる。城か家か。任務完了。住み心地は悪そうだな。付き合ってられない。じゃあね。斧が
任を果たしたまで。ここは異世界、私が知る世界とは別の世界のようだ。帰る術は見当もつかない。ただこの地には邪悪な気配が満ちている。私もお前たちに協力させてほしい。邪悪がどうとか私は興味ないから。私は関作に会いたいだけ。関作を探すの手伝ってくれるなら協力してもいいけど。木には逃げられたが、尻尾は掴んでおる。すぐにでも追いつけよう。ダッキなる者、かなり強力な力を持つ。休む暇を与えず、追撃すべきだろう。疲労したところを捕らえるか。それでは面白くない。まるで子供のような物言いだ。我々の目的はダッキの捕獲だ。より確実に追い詰めるべきだ。どうされました、ランマル様。木箱を見てため息をつかれるなんて。ある方のことを思い出しておりました。その方は少々変わっておりまして、木箱に入る趣味をお持ちだったものですから。それはまた変わった趣味ですね。ですが蘭丸様の大切なお友達なのでしょう。その方のことを話される蘭丸様の声、とても優しく響きます。そうですね、あの方もどこかで無事だと良いのですが。飯にありつけりゃそれでよかったんだが、とんでもねえことに巻き込まれちまってね。まあ、乗りかかった船だ。とことん付き合ってやろうぜ。ずっと探してるのに関作が見つからない。どこに行っちゃったの？ねえ、誰か関作のこと知らない？どんなことでもいいから知って。愛する人のために必死なのね。力になってあげたいけれど、関作殿の情報はないわ。誰か別の人からの情報が必要ね。仕方あるまい。ダッキーを一気に追い込もう。